ちは強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイ。宇野とパンチの今日は超激辛ペヤングでダイナマイ。おかわりここで誰かいるかもしれないからね。2杯食べた人もいないで。あのちなみに僕は麺1本しか食べてないので、これを完食したら2杯食べたという認めてくださいね。ちなみに1本しか食べてません。この頭とかこの辺に汗とか出てますか？出てます、出てますよね。でもすごいじゃん。ありがとうございます。すごいすごい、ありがとうございます。やった。なったら休まないで行った方がいいと思うよ。うん、で、行きましょう。マッチしてんだからどうせ。続いて。ちょっと一旦グラウンドセーブさせてもらっていいですか？うん、グラウンドセーブ。うん。一本でこれだからね。良い子は真似しないでね。いや、マッチさん。で、こっちの方が辛くね？こっちの方が多分辛いと思います。本当？辛いと思うんだな。あ、俺いけるな。いいぞ、いっちゃうじゃん。ああ、ほらほら。あ、何を言ってんの、舐めちゃいけないよ。遅れて。でもね、いいじゃん。あ、ダメでしょ。でもね、お、どうしたんだろう、うん、本当にいいですか。うん、うん、俺いけるな。じゃあ行っちゃう？行っちゃいます。これ行きましょう。これさ、ウノとパンチのこれ2人がこれ完食したらすごいことだよ。いや本当ですよね。うん、おいし、うん、おー、あれ、 P さん結構ピザ意外と平気ですね。ちなみに1本しか食べてません。あいつは大ダメージ。お、行くね。マジっすか、 P さん。うん、おおおおお、これ全然大丈夫。これ、いや辛いけどね、美味しいですね。すごいな。うん、すげえな。つまんないな。これね、美味しいですね。美味しい。うん、なんだよ。あれ、呼ばれちゃうかな、有吉、うん、P さんの方が呼ばれてる。ちなみに1本しか食べてません。めちゃくちゃ P、 めちゃくちゃ P。 ダメージないですよ。美味しい。おかしいんじゃないの。だって僕もお腹ヒリヒリしてますよ今。普段から激辛好きですか？いや、そうでもないですけどね。やっぱり世界のペヤングだからさ、うん、やっぱり辛さの中にもちゃんと美味しく作ってるんだよね。本当美味しいですね。多分ほら、あのテレビだとさ、ほらいろんなもの入れてさ、うん、そうですよね、笑わせようとするけどさ、うん、やっぱりちゃんとしたペヤングだから、うん、こっちの方が辛くないじゃないの。いや、そっちの方が、どう、ちょっと湯野くんの唇を取らせてください。タラコです。タラコになってます。本当にそうですな、その中に。つまんねえな。これはね、そんな辛くないと思いますよ。ちなみに一本しか食べない。めちゃくちゃやんな。めちゃくちゃやります。これ、あの、と午後カメラ回せなかったらすいませんっていう。すごいな。後々ダメージくるパターンです、ね、うん、もしかしたらね。もしかしたらね。車大丈夫かな。ちょっと僕の見せ場はね、ないじゃないですか、ね、何度も言うように。ね、ペヤングだからね、はい、ちゃんと美味しく作ってるはずなんだ。味はすごく美味しいですよ、ね、辛さの中にね、うん、美味しいんですけど、めちゃくちゃ辛いという。嘘ー、 P さんつまんねえなー。平然と食べられてますので、ね、これあの YouTuber でチャレンジして失敗した人たち、はい、どうしたんだの二人って。そうですよね、うん、本当ですだよ。行きます。
わすごい。行きました。ええー、ダーン、はい、2人でハイタッチ、グータッチ、グータッチ、2人でグータッチ、ダーンマン、ダーンマン、ダーンマン、1本しか食べてません。あんなに壮絶な思いをして私は食べたのですが、ピーさんペロン、こっちの方がないじゃないかな。じゃあ、そうなんですかね。でも、いや、でもカレー辛かったですよ、うん、うん、いや、あれ本当に何度も言うけどね、一本しか食べてないじゃん。頭から流れてる。まだね、まだ合わせが、うん、昔は頭から流れなかったんだけど、最近流れるようになりました。いやーすごい。いやでも男を見たね。あ、本当ですか。 ありがとうございます。いや、これでなんか、はい、2021年、はい、前半が終わろうとしてるけど、うん、中盤あたりから、ええ、宇野山本が全国区に来るんじゃない。やったぜ、ダーマー、ダーマー、すごいよ。ありがとうございます。いやでもね、食べた後しばらくはね、うん、もう言葉発せなかったですね、うん、もううまいしちゃって、やっぱり吸っちゃったからな。吸っちゃった、うん、もし挑戦される方はね、うん、吸わずに食べていただいて、うん、もぐもぐとね、そしてパリさんみたいに1本食べただけでも汗が吹き出しちゃいますんで、まずは1本試してください、はい、まずは1本、やっと収まった、ここは。スルッと吸った1本は。いやいや、大成社長、はい、こういうことで、はい、やってます。ありがとうございました。ウルトパンチの今日は超激辛ペヤングでダルマ。今日はこれにてゲームセット、放送席、放送席、いや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 、声は宇野山本、そしてこのパンツ佐藤のために12万5000人の視聴者の皆さん、ありがとうございました。また次回もお楽しみに。おカビテンパスが無理だよ、危ない、危ない、いつも元気で走ってる、パワー全開で、うのとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。すごいね。これはね、食べれますね。すごいね。食べれるよこれ。YouTube チャンネルをね、見てるよっていう方はたくさんいらっしゃると思うんですよ、うん。チャンネル登録の仕方ってどうやるのみたいな。実は、俺もいろんなところで、チャンネル登録してねって言う割に、俺もやり方わかんねえんだよ。どうしたらいいの？そうですか。実はですね、いやこれ簡単でございまして、うん、我々の動画を見ていただきますと、うん、その下にチャンネル名が書かれてあるんですよ。この山本とパンチ佐藤の今日もどっかで会える、うん、で、その横にチャンネル登録というですね、まあ、登録されてない方はですね、まだ出てくると思うんですね、うん、そこをピッと押していただきますと簡単にチャンネル登録する、終了、これで完璧でございますから。オッケー、はいはい、はい、というわけでぜひともですね、宇野山本とパンチ佐藤の今日もどっかでダイナマイト、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。なー